皆さんこんにちは。今回はこちらのゲーム、大岩さんアルティメットストリームを、プレイさせていただきたいと思います。ゲームタイトルだけですでにインパクト絶大ですが、果たしてどのような化け物が待ち受けているのでしょうか。それでは早速スタートです。主人公は、赤髪の生かした男性のようです。大物ゲーム実況者さんかな?どうやら主人公は何者かに、追われている様子。めっちゃ慣れ慣れしい。お前誰やねん。道を教えてくれた、いい人だったのか。あいつだなんでやねん、騙された。もう信じないぞ。いやー、なにこれー。青鬼の親戚みたいなの来たー。めっちゃ飛んでくる。こいつ地味に速いぞ。ウサインボルトも真っ青だ。インコーナーを攻めていくぜ。セーブポイントのようです。何笑ってんねん。これなんだろう。たけー、でもちょっと欲しい。なんでちょっと恥じらってんねんお前。こんなの買う人おらんやろ。さあ先に行ってみましょう。うわぁ、出たー。なんだこれー。これむずくね。急に難しいですぞこれ。この滝沢を攻略すればいいのでしょうか。やったー。危なかった。進むごとにどんどん難しくなってく。はじめに主人公を、騙したやつだ。なんだこれ。ですよねー。ドラえもんの尻尾みたいなのが落ちてる。何に使うんだろう。強そうなの来たー。すごい敵の数だ。難しいぜ。あ、誰かいる。さっきのドラえもんの尻尾、あと3つもあるのか。よし、いいぞ。
あと一つだ。絶対クリアしたい。逃げるなぁ。やったぁ。あとは話しかけるだけ。それにしてもお姉さんは、なぜ襲われていなかったのでしょうか？黒幕お姉さん説、あると思います。終わりかな？短いゲームでしたが、難易度は、割と高めでした。気になった方は、動画下概要欄リンクより、無料でプレイできますので、アクセスしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。